どうも大之助です今回のテーマは「習慣化」その中でも僕たち凡人が犯しがちな習慣化に対する勘違いと習慣術を身につけるメリットについて解説していきたいというふうに思います。というのも皆さん何か自分磨きの習慣を身につけていますか今回こそは今日こそは自分変わるんだというふうに思って読書しようとか運動しようというふうに思ってても3日坊主どころか2日目で挫折してしまっていませんか日本語がおかしかしったんですけど っていうのも例えばその腕立てを習慣化しようというふうに思って1日30回やろうというふうに思ってて1日目は頑張って何とか30回しましたで2日目はちょっと仕事が忙しくて20回しかできませんでしたというふうになったら3日目に2日目に10回できなかった分10回分上乗せして40回やろうというふうに思って3日目結局できなくてで自己嫌悪に陥ってもう結局その腕立て3日目からやらなくなってあのこんな簡単なこともできないなんて自分はなんてゴミクソやろうなんだというふうにあのじ自己批判しながらアルコール飲んだりとか。 タバコ吸ったりとかそしャげとか SNS にはまったりとかして結局1年前と何にも変わってない何なら年齢を重ねてるからただ劣化してるみたいな人生をお送りしていませんかでこんなな人生もうやめたくないですかっていうふうになったらやっぱ僕たち凡人が人生を変えるっていうふうになったら習慣化しかないですよ才能がある人間だったら周りと同じことをしてても違う成果を手に入れられるかもしれないですけど僕たち凡人が周りと同じことをしてたら周りと同じ成果しか手に入るわけない,ないじゃないですかだから僕たち凡人が人生変えたかったら周りと違うことをしましょう で今の現在の僕たちっていうのはこれまでの自分の過去の自分の選択とか判断とか積み上げてきたものの結晶が今の自分なんですよねだから自分はそうなんだろう何の才,も才能もないし人生ハードモンドだっていう風に言うかもしれないですけどもちろん親ガチャだったりとかその家庭環境とかいろいろあるかもしれないですけどとか遺伝子とかもいろいろあるかもしれないですけど。 まあ、例えばパナソニックの松下幸之助さんみたいに何だろう彼は病弱で家が貧乏で小学校中退なんですよねっていう状態から、まあ、その日本の社会の礎を作った偉大な経営者として知られてるわけなんですけど結局人人間ででででで自自分分のの行動次第で自分の人生いくらでも変えるることができるわけなんですよねであの僕たち凡人が人生を変えたいというふうに思うんだったら日頃からその食生活だったりとか運動だったり睡眠だったり自分磨きだったりとかっていうそういう習慣を変えていくほかならないですよね。 まあ習慣とかルーティンの重要性についてはイチローさんとかあの大谷翔平さんとか見たら分かりますよねでやっぱり社会的経済的地位の高い人とかそういうトップアスリートの人たちほど習慣化の力を重要視しているわけなんですよねだったら僕たちが人生変えるためにその習慣化の力をど使わなくてどうするって話なんですよその凡人が他と差をつけたいんだったら日頃から積み上げてきたもので差をつけるしかないわけなんですよねだからあそして何より僕自身も その5年前まで読書も大嫌いだったし6人運動もしてこなかったしあの、まあ、努力しないで自分を正当化してきたわけなんですよねただ習慣術の方法とかノウハウとかを身につけて読書習慣だったりとか料理だったりとかピアノだったりとかそしてこういう動画配信だったりとかっていうのを習慣化することによって結構人生変わってきたわけなんですよね。というのも自分の,そのストレスとかネガティブな情報に対する受け止め方だったりとか自分の頭の回転だったり記憶能力だったりとか人に説明する能力だったりとか。 いろんな物事が変わってきたんでやっぱ習慣化の力って偉大だなっていうふうに凡人未満の能力しか持ってなかった僕,僕だからこそ思うことがあるわけなんですよね。ということで「習慣術」のシリーズとしてまず最初にあの習慣化ってあのこんだけ習慣術を身につけるとこんだけメリットがあるんですよっていう話をしてまた具体的な物事を習慣化させる方法だったりとか最強のモーニングルーティーンナイトルーティーンとか悪癖。 あのアルコールとかタバコとかそういうのをやめる方法、あとスマホ中毒とかそういうのをやめる方法とかについては、また別の動画でお話ししていきたいなっていうふうに思います。ということで、前置きがまた長くなってしまったんですけど、そもそも習慣化について僕たちこういう勘違いをしてるよねということについてお話ししていきます。というのも、まず一つ目に、その、習慣が失敗した時、自分を責めたら、 習慣化むしろ遠のくわけなんですよねというのも僕たち凡人はあの序盤でお話ししたように習慣がうまくいかなかった時勉強が今日こそこの勉強1時間やるぞっていうふうに思ってたりとか筋トレ1時間やるぞジム通うぞっていうふうに思っててそれが挫折した時に自分はなんて意志力のないゴミクソ人間なんだっていうふうに責めちゃいますよねこれむしろ習慣化の道のりから遠のくわけなんですよというのもその筋トレとか勉強とか イコール自分を責めるっていうネガティブなものに,に僕たちの脳みそがひもづけちゃうわけなんですよね。で僕たち人間はネガティブなものを遠ざけるようにあのできているから。 脳の構造ができているからその翌日運動しようとかあの勉強しようというふうに思っても勉強イコールネガティブ自分を責める自分はダメだっていうような感情とかを想起してしまって、まあ、勉強はいいかなっていうふうに結局自分が遠ざけちゃうことになるわけなんですよねそしてあの、まあ、かつての僕もそうだったんですけど自分自己批判をする人たちってその自分はなんてゴミクソ人間なんだっていうふうに言うだけであの行動の反省をしないわけなんですよねあれだけ責めたからもういいだろうっていうふうに真相心理で思っちゃうわけなんですよ。 で、あのまあ、結局自分を全て悪いっていうふうに思うことってなんか責任感が強いように見えるかもしれないですけどむしろ無責任ですからね本当に自分を変えたいというふうに思うんだったら自分の何が駄目だったのかとかそのどういう条件があったのか例えば寝不足だったとか仕事が忙しかったとかあの直前で YouTube を見てしまったとかじゃあその YouTube を見ないためにはどうしたらいいのかみたいなふうにダメな自分と向き合わなきゃいけないわけなんですよねそそのの自己改善をするっていう,ふうになったらたらだその まあなんだろう自,己は自己批判をする人たちっていうのはそのなんかもう全て自分が悪いだから終わりっていうふうに話を区切って思考とか現実と向きを向け合うのをやめてしまってるわけなんですよねだから正直自己批判ってなんかその、まあ、責任感が,もがあるようななんか美しい自分みたいな感じに見えるかもしれないですけどむしろただの甘いなんですよね。 だからあの自己批判する人は反省しないっていう残念な結果が待ち受けてるわけなんですよ実際に海外の研究とかでもそのテストの成績が良くなった,なかった生徒に対してその生徒たちが自分を責める傾向があった人とそれとも、まあ、こういうことあるよねってだからその今,今度のテスト期間では慌てないようになんか1週間ぐらい前から予習復習を始めてみようかなみたいなふうにその自分の失敗に対してオープンな姿勢楽観的な姿勢で持って,いた,人い,ていた人たちほど失敗に寛容だった人たちほど後ほどの その学校の生成績が良くなったみたいな研究とかもあるわけなんですよねだからそのなんか自分を責めることってむしろその自分の人生にとってデメリットしかないんだよということを覚えておきましょうって話なんですよねそしてその次に習慣化の勘違いとしてその高すぎるハードルを課していると必ず失敗するってわけなんですよというのもその全然運動したこともなかった人間がいきなりジム通おうとかいきなり腕立って30回習慣化しようっていうふうに思ってても そのまずハードルが高すすぎるわけなんですよね人間はハードルじゃなくて階段を一段ずつ登っていくしか成長できないわけなんですよ。というのも人間の脳は急激なな変化を嫌うからなんですよね人間の脳っていうのは一日の基礎代謝の5分の1ぐらいを占めるぐらいそのめちゃくちゃその体重で言ったら1.2%ぐらいかな僕体重6 0キロぐらいなんですけどだからあの僕の体重の 2パーセントぐらい、1.2キロぐらいしかないにもかかわらず、一日のエネルギー消費量の5分の1を占めるぐらい、脳ってめちゃくちゃ大ぐらいな臓器なんですよね。だから。 人間の脳っていうのは日頃からエネルギー消費を抑えるるるためにににに楽楽流されよようでできてるんですよだからそのなんかネガティブなものに反応したりとか周りがいいっていう風に思ってたものをその手放しにいいっていう風に自分もそうなんだって、ね、そ,のそれが正解なんだっていう風に思ってしまったり特に日本みたいに同調圧力が強かったら周りの意見に流されがちっすよねとか,なんか大学教授とか,なんか権威を持っている人たちの意見になんか特に疑いもなく信じてしまったりとか僕たち人間の脳はいたるところで省エネをしがちなんですよね。 っていう風になったら脳はたくさんの情報を処理しなななきゃいけないけですよね。ってなって省エネとは真逆の行動になっちゃうから僕たち人間は年を取るごとにどんどんその変化が嫌いで今までのルーティンに固執するようになっていくわけなんですよねだからあのなんだろう皆さんが例えば自分磨きで自分の人生を変えることっていう風に理屈で分かっていてもあの理性が分かっていても脳全体がその、まあ、筋トレとか勉強とかそんな急激な変化をしなくても今まで無理せず生きてこれたんだから。 なんか今頑張って変化する必要なくないとどうしようもなくなった時のっ引きならなくなった時だけに変化したらいいんじゃないだからその無理して腕立てするのやめようよとか無理して勉強するのやめようよっていうふうに言ってくるわけなんですよねだからその僕たちはその新しいこととか新しい習慣を身につける時に脳が急激に抵抗して面倒くさいという感情に支配されて何にも行動できなくなっちゃうわけなんですよねっていうふうになったらもう人生積んでるじゃんっていうふうに思いますよねいや実はそんなことないんですよさっきお話したようにだから だからこそ僕たちは物事を習慣化させる時は小さい段階からものすごいあの小さいステップからあの上に上っていくしかないわけなんですよねだから運動を習慣化させたいというふうに思うんだったら例えば朝毎日5分だけ散歩するみたいな。 とか一日一ページだけスクワットするとか勉強を習慣化したいんだったら一日一ページだけ読書するとかなんだ一日一行だけ読書するみたいな一 <laughs> 日一行ってあのなんかそんな意味あるのっていうふうに思うかもしれないですけどそれぐらいバカバカしいことから始めて僕たち人間の脳がその朝の散歩とか一日一ページの読書とかに慣れてきたらちょっとずつ負荷を上げていくっていうふうに習慣を身につけていく他ならないですよね要するに脳を騙すレベルの小さなことから始めましょうって話なんですよだからそのなんだろう 僕たちがいきなり一足飛びでそのなんか10段の階段を飛ばしてあのあのなんか一足飛びで飛び越えようというふうに思っててもそんな人間の能力的にできるはずないんですよ一歩一歩進んでいくしかないんですよねだから自分を変えたいっていうふうに思う気持ちは非常によくわかりますけどいきなりは人生は変わらないんだっていうことを覚えておいてくださいというのも、まあ、人間の体とか脳みそもおしっかりなんですけど大自然だってものすごい時間をかけてゆっくり変わっていくじゃないですか あのいろんな星だって寿命が何万年とか何億年とかあるわけなんですよね。 みたいな風にそにまあその星だって寿命が来たらいきなり爆発するわけだけどその爆発するまでにそのもうほぼ有給の時あの人間の寿命よりも何百倍何千倍もの長い時間をあの必要とするわけなんですよねであの地球の大陸の移動だって何千年何万年とかけてゆっくり移動していったじゃないですかっていう風に大きな物事って変えるのに時間がかかるわけなんですよね人間の体重だって1日2日でそんな1 0キロも2 0キロも痩せるわけないですよそんな健康な痩せ方じゃないしね だから夏までにあと1ヶ月で10キロ痩せようというふうに思っててもおおよそ健康的な痩せ方ができるわけないとい,いうことなんですよねだったら何したらいいのかというと日頃から冬の時期とかからあのちゃんと、まあ、プチ断食だったりとか軽い散歩とかの運動を習慣化しておいてある程度体を引き締めておいてあの、まあ、夏が近くなったあと1ヶ月でちょっとハードめの筋トレをしてそのなんか腹筋を割るみたいなふうに日頃から準備しておくこととかあのちょっとずつ自分を変えておくこと っていうのが重要なわけなんですよねにもかかわらずいきなり大きな変化を求めようとするとそれは必ず失敗するわって話なんですよねで、そして習慣化に関する勘違いとしてまあ、結局その序盤でちらっとお話フライングでしちゃったんですけど僕たち凡人が人生を変えてければ習慣化しかないわけなんですよね まあこれもさっきお話ししたことですけど、今日の自分っていうのはこれまでの自分が積み上げてきたものや選択してきた結果なわけなんですよね。自分が低学歴だとか、自分がゴミみたいなブラック企業に就職しているとか、自分は何も能力がないっていうふうに言ってるかもしれないですけど、まあ確かにそれはちょっと嘆かわしいことかもしれないけど、その学校を選んだのも、というかその学校しか選べなかったのも、その就職先しか選べなかったのも、そしてその就職先が嫌なら、 やめればいいのに今もしがみついてるのはあなた自身の選択なんですかね自分のスタイルが悪いのも自分の頭が悪いのもこれまで自分が努力を怠ってきた結果なんですよねだから自分を変えたければこれから習慣を身につけて良い習慣を身につけて人生を変えていくしかないってわけなんですよでやっぱ上に登る人たちっていうのは 社会的にも経済的にもそしてスポーツとかアフスリートとかアーティストとかやっぱそのなんか周りから認められる人たち能力ある人たちっていうのはもともとの才能ではなく日頃の習慣で能力を磨いていってるわけなんですよねだからその、まあ、もちろんどんだけ才能があったとしても磨かなければ光らないわけなんですよねだからその才能を持て余すんじゃなくてた例えば凡人よりちょっと上程度だったの、ね、うう凡人よりちょっと上程度の才能しか持っていなかったとしても 努力を続けることの方が重要なんですよって話なんですよね。で、あのトップアスリートたちほどとかお金持ちたちほど日頃から習慣を大事にしているわけなんですよ。で、例えばお金持ちの例を出すと毎日最低30分は読書そして毎日最低30分は運動習慣があったりとか毎日最低7時間は睡眠時間をとっていたりとか毎日最低5時間はボランティア活動に従事していたりとか僕たち凡人よりも一般人よりも貧乏人たちよりも圧倒的に努力しているわけなんですよね。 そういういことをその僕たちが今日は面倒くさいから運動いいやとか勉強いいやっていうふうにとか,そのなんかあのまあちょっとぐらい散財していいやとか飲み会あの行きたくもない飲み会とか行こうかなっていうふうにあの思ってたりしてる間に彼らはそのなんかゲームとか飲み会とか,そのなんかいろんな誘惑を断ち切ってずっと努力し続けているわけなんですよね。そんなな人間が上に行くのは当たり前じゃないですか。って話なんですよ。 だから才能よりも人生を変えるのに重要な力っていうのは習慣化なんですよとで習慣化っていうのは別に才能いらないんですよということをあの覚えておいてほしいって話なんですよねだから何が言いたいのかっていうと実は世の中ってその不平等な部分もあるけどその人生を変えるという点においては誰,誰でもある程度機会を与えられてるって話なんですよもちろんその与えられてる機会の数の多さっていうのには人それぞれあの差はあるかもしれないけど 自分を本気で変えたいというふうに思ったらそのチャンスはいくらでも僕たちは手にすることができるんですよって話なんですよね。そして自分を変えたいというふうに思うんだったらあの才能関係なしに習慣化によって人生を変えることができるんですよって話なんですよ。っていうのを覚えておきましょうって話なんですよね。で、まあ、習慣化習慣術を身につけるメリットについてもお話ししていきます。まず1つ目にストレスが大幅に減少するということなんですよね。というのも まあ序盤でお話した通り僕たち人間の脳っていうのは慣れ親しんだものとか安定したものを好むわけなんですよねだから今までのと同じような通勤ルートとかその仕事をなかなか変えたくないっていうふうに思うじゃないですか現状維持バイアスっていうのがあって僕たち人間の脳にはねもうこれブラック企業で絶対やめた方がいいだろうっていう時でもやっぱ変化を嫌うからその場にとどまり続けてしまうわけなんですよねで変化がないといととうことは その場所ににはは脅威ががなないいいここは安全圏でであるっていう,ふうに脳が思い込むわけなんですよだから人間の脳はそこにあのこの変化がない場所に快楽というか安心感を覚えてずっと居続けるってわけなんですよねだから逆に言ったらそのの簡単に手に入る快楽そのアルコールだったりとかタバコだったりとか SNS とかそういうそあとゲームだったりとかねそういう悪い習慣から抜け出したいというふうに思ってても習慣になっていたらなかなか抜け出せないよっていうのが現状としてあるわけなんですよね。で あの人間の脳っていうのはルーティーンとか安定したリズムを好むわけなんですけどそれはなぜかっていうとそもそも人間の生存本能として関わってるわけなんですよね人間はその季節の変化を敏感に察するように進化してきたわけなんですよねだから冬が来るんだったらなんか雪が降ったりとかするからそれまでになんか作物を採取しておこうとか あの春の時期が近づいてきたらあのこの辺に渡り鳥が来るからそいつらを狩ろうみたいな風に人間はリズムとかルーティーンを敏感に察知する方がしてきた個体の方があのまあ生存に有利だったわけなんですよね。であの実家とか祖父母の家に行くたびにとか地元に帰るたびに安心するっていうのもやっぱりそのなんか自分がその昔何回も通った場所そしてここはその味方がいる場所っていう風に本能が僕たちの脳みそが理解しているから安心感を覚えるわけなんですよね。 みたいなふうにその、まあ、ルーティーンとかその決まった行動とかっていうのはその僕たちに安心感を与えることができるってわけなんですよねだからその悪役をやめてその良い行動自分磨きの行動をルーティーン化することによってストレスを大幅に減らすことができるんですよって話なんですよねそしてさらに習慣術を身につけるメリットとして生産性が安定するっていうメリットがあるわけなんですよというのもまあの、まあ 勉強だって運動だって習慣ができていたら自分の体調とか感情に左右されず毎日同じことを続けられるわけなんですよね筋肉痛だとか二日酔いだっていうふうに思いながらもうわ気分悪いっていうふうに思いながらも毎日筋トレしたりとか本を読むことができたりしたらそれは毎日どんどん努力を積み上げていくことができるから周りのうぞうむぞうとは大,あの大きな差を引き離すことができるわけなんですよね であのそういうふうに面倒くさいなっていう感情とかにも毎日打ち勝つことによって少しずつ自精神を鍛えていくことがでできるわけなんですよねさらにその日頃から習慣化していくことによって毎日の行動をルーティン化していくことによって意志力を節約して自分の仕事だったりとか その人との会話目の前の人との会話とかに注意力を割くことができるわけなんですよというのも人間が一日でできる判断の数には限界があるわけなんですよねだから自分の人生において重要じゃないことっていうのはどんどんルーティン化しておくことが重要なんですよというのもその毎日その歯磨きする時とかに今日はどの歯磨き粉を使おうかなみたいなふうに思ったりとか朝ごはん何食べようかなみたいなふうにあ、まあ、僕朝ごはん基本的に抜いてるわけなんですけどあの なんか朝からそのいろんな物事を判断し続けていると夕方には意思力がなくなって判断能力がなくなってあのなんかあの今度飲み会行かねえみたいな風に言われて本当は断りたいけど意思力が低下してたらついつい了承してしまって後日行きたくもない飲み会に行ってしまうみたいなことになってしまうわけなんですよね。っていう風にとかでも増えてしまうわけなんですよだからここぞという時のために僕たちはその意思決定できる余力を残しておかなきゃいけないわけなんですけど日頃からそのなんか。 まあ、あのこの時間になったら朝起きてまずは散歩するそして散歩で家帰ってきて手洗いうがいした後は本を読むで本を読んだ後はそのなんは家のヨガマットの上でヨガをして筋トレをするみたいな風にルーティンを決めておけばそのなんかうわ今から筋トレするか面倒くせえなーっていう風に思いながら筋トレするよりも,もう毎日意志力を節約してその行動できるわけなんですよね。だから自分磨きプラス日頃の その本業とかでもあの高い判断能力を維持したままその高いパフォーマンスを発揮したまま生活できるからそれは仕事でも学校でもうまいこといきますよって話なんですよねで実際にアップルを作った創業者のスティーブ・ジョブズさんは同じタートルネックとジーンズを7着ぐらい用意してて毎日着回してたらしいんですよね。 っていうのも、その自分はそのなんか別にファッションデザイナーとかそのなんかモデルとかでもないんだから、その服毎日その服何着ようかなっていうふうに思うことに意思決定のそのなんか余力を割きたくないと判断能力を使いたくないっていうことから毎日同じ服をその複数着用意してたらしいんですよね。で、オバマ元大統領も自分の身の回りの世話をもうそのなんか使用人の人たちに全部任せて、自分は政治の判断だけに集中していたらしいんですよね。っていうふうに。 やっぱりその、まあ、僕たち特にお金持ち,たちとか社会的地位の高い人たちっていうのは僕たち人間の頭で考える時間の重要性について理解してるわけなんですよね。そのお金持ちになりたかったら別にそのコンビニのアルバイトをその寝る間も惜しんでやって金持ちになれるわけないじゃないですかそれよりも自分の頭で考えてそのなんかすごいアアイデアをひれめくこととか。 他の人たちが考えられないようなことを思いついたりとかそれを実現させることの方がやっぱ上に上ってい,くいけるわけなんですよね高い生産,を発揮生産性を発揮,できるためには発揮するためにはその現代社会では肉体労働よりも知識労働の方が重要なわけなんですよだから脳機能の脳のパフォーマンスを最大限に発揮するためにも脳のコンディションを整えておく無駄な意思決定を使わないということが重要なんですよただ、 自分磨きをすることも重要なんですよねっていうふうになったら何したらいいのかというと自分磨きの行動を習慣化しておくことによって意志力を節約して自分の人生を変えるために意思判断とかに集中できるようになるっていうわけなんですよねだからそのなんか歯磨きとかシャワーみたいに面倒くさいことも半自動的にできるようになると人生がイージーモンドになりますよって話なんですよそしてさらに習慣化のメリットとしてあのメンタルが安定するっていうのもあるわけなんですよねまああのなんだろうストレスが激減するっていうところと結構似たところがあるわけなんですけど 自自自自分分ににに信信が持てるるよようにななわけんんですすねその皆さん自分に自信ありますか大之助は自信なかった人間なんですけどでなんかあの下り顔した陽キャとかが自分に自信持てみたいな風に言ってくるじゃないですかただその自分に自信持つっていう風に言われただけで分かりました自分に自信が持てますみたいな風に思う人たちっていうのはそもそも自分に自信がないっていう風に悩まないわけなんですよね、まあ、陽キャたちはそんなこととかも理解できてないそんな共感能力の乏しい人たちが多いわけなんですけどすいませんちょっと偏見が入っちゃったんですけど何せよその自分を信じれないということは日頃から 目先の誘惑に負けて努力を怠っているからこんな自分という人間を信じ,を信じれなくなって自信,あの自信を持てないわけですよね。自信って自分を信じるって書,い書きますからね。ただ一方で毎日その1日1ページの読書でも1日5分の散歩でもそのバカバカしいことでも習慣を続けていると自分磨きの行動を続けているとやっぱりそのこれまでの自分と違ってそして周りのうぞうむぞうと違って自分はまあ些細なこととはいえその将来の自分になるようのためになるようなことを続けているんだっていうふうに思ったら。 まあ、毎日やるべっやるべきことや努力を続けているんだっていう風うに思ったら、そのなんかお前はその頑張ってるぞっていう風にその自分で自分のことを背中を押せるというか納得できるようになるわけなんですよね。で、あのその結果あのなんかじあの僕たち現代人が特に抱えているそのなんか時間が足りないとかそのなんかやるべきことが多すぎるみたいな焦りの感覚とかも改善させることができるわけなんですよね。 そ,のまずそもそもそのなんかやるべきことをやるっていうことによって自信を持ったりとか自尊心を高めたりとかできるわけなんですけど。 そのなんか自分は散歩にどれぐらい時間をかけているとか自分は本を読むことにどれぐらい時間をかけているとか自分は毎日何時ぐらい寝て何時ぐらいに起きているみたいなこととかを客観的に分析できるようになるわけなんですよ。僕別の動画とかでも Excel とかで毎日寝ている時間とか起きている時間とか昼寝の時間とか朝のルーティーンに着手し始めた時間だったりとか朝のルーティーンが終わった時間だったりとかっていうのを記録してて、まあ、タイムアタック形式でちょっと遊んだりとかしてるわけなんですけど。 っていう風になったら、自分のどの行動がどれくらい時間がかかっているのか、わかるようになってくるわけなんですよね。プログラミングの勉強に大体10分ぐらいかかってます。とか、あのなんか朝の散歩に大体2時間ぐらいかかってます。だったりとか。 自分がど,れどの行動でどれぐらい時間がかかるのか分かるようになるとその例えば友達とかの待ち合わせがあったりとかしてあと1時間ぐらいあるなだったらこれとこれができるなみたいな風に、にその与えられた時間をうまくコントロールできるようになってくるようになるわけなんですよねで僕たち人間の幸福度っていうのは自分の人生をどれぐらい自分の意思でコントロールしているのかっていうのが結構重要な要素なんですよ だからその自分の意思で自分の時間をうまく活用できているっていう感覚はその焦りの感覚をその軽減してくれたりとかさらに自尊心を僕たちに与えてくれたりとかするわけなんですよね。だからこそんだろうそのななんか日々そのプレッシャーに追われている焦りの感覚があるだったりとか自分に自信が持てないっていう人たちこそ日頃からいろんな物事に挑戦してそれを習慣化することによって。 「そのお前は頑張ってるぞ」とかそのなんか焦りの感覚を持ってるけどそのこれだけ時間があってお前の今までの仕事能力というか今までの,その自分のこのルーティンにはこれぐらい時間がかかってるんだからこれぐらいの時間しか要しないんだから大丈夫間に合うぞっていう風に自分を客観的にその外側から見てそして落ち着かせることができるようになってくるわけなんですよね。その結果メンタルが安定するしそしてメンタルが安定したらあの心に余裕が持てるから他の人たちも余裕を持って接することができて人間関係がその改善したりとかするわけなんですよね。 っていうようなメリットがあるので、結構習慣化って、その僕たちの人生を変えるのに、あの、いい効果があるんですよって話なんですよね。そしてさらに、習慣化をみに、習慣術を身につけるメリットとして、健康になるわけなんですよね。というのも、さっきお話ししたように、やっぱ自分が何時に寝て、何時に起きてとか、あの。 自分を変えるためになんか一日何分本を読んでとか一日何分散歩してっていうのを繰り返していたらあの毎日決まった生活リズムになってきたりとか自分の食生活とかその運動習慣とかも気をつけるようになってきてもうどんどん心も体も健康になってくるわけなんですよね。まあ、さっっっきメンタルが安定すするっていうふうに言ったと思うんですけどで、例えばそのの、食生活も、あの 昨日不健康なものを食べました唐揚げ食べましたとかあ,のなんだろうあとなんかカツ丼でもいいか、まあ、揚げ物とか食べましたポテトチップス食べましたっていう風になって翌日寝起きの気分を主観で10点満点でなんか2点になりましただったらやっぱ揚げ物食べた翌日はその寝起きの気分が悪い一日中生産性が悪い頭がボーっとするみたいな風になるんだなだったら。 もうあの揚げ物を食べるの控えた方がいいかなみたいなふうにそのなんか自然に自分の将来の自分のためになるような行動を取れるようになるわけなんですよね。僕たち人間は主観の生き物ですけどその習慣を行うことによってそして自分が日頃どういうことにどれぐらい時間を使っているのかというのを客観的に記録して分析することによって自然と長期的な目線でそのなんかとかその他人が僕たち自身を見ているような目で僕たちが友達を見ているような目で。 自分分のことを分析でできるるよようにななってくるわけなんですよねだから自然にその今切な的な快楽ではなく将来の自分のためになるような行動をとれるようになってきてだからこそ心のから体も健康的にななるよって話なんですよ、ね、でまあ健康になるとかぶってくる話なんですけど睡眠の質も向上しますというのも、まあ、毎日規則正しいルーティンをすることによって夜自然に眠気を感じられるようになったりとかその僕たち人間は朝日光を浴びた16時間後に眠気を感じるように体の仕組みができてるわけなんですよね。 とか,そのなんか夜眠,眠る前のナイトルーティーンが決まってたりしたら例えばお風呂上がりにその、えー、と1時間ぐらいの間に、えー、と本を読んだりとかストレッチしたりとか瞑想したりとかして布団に入るっていうのをルーティーン化していたらそのルーティーンを行っていくと僕たちの脳みそは「あれあの読書を始めた瞑想を始めたストレッチを始めた」ということはこのあと寝るんだなわかりましたじゃあ脳はお休みモードに移行しますっていうふうに脳がそのなんか眠るための準備をしてくれるようになるわけなんですよね。でそのの結果睡眠の質が高まったりとか そして、まあ、散歩だったりとか食生活を変えるだったりとかあの,のメリットについては別の動画とかでもお話ししているところなんですけどやっぱり健康に行動を続けると自然に睡眠の質が高くなるわけなんですよね。そして、まあ、メンタルが安定するよって話したと思うんですけどメンタルが安定すると余計な不安とか緊張感とかプレッシャーに苛まれなくなって夜もぐっすり眠れるようになるわけなんですよね。というのも仕事のストレスとかプレッシャーがあると夜なかなか寝れないですよね。僕も結構不眠症ででで悩んんたこととかあるんですけど そういうのもやっぱ自分に自信を持つ心の底から「お前はこれだけ頑張ってるんだから大丈夫だよ」っていうふうに自分で自分に太鼓判を押せるようになってくると夜ぐっすり眠れるようになってくるわけなんですよね。ということもあるから睡眠の質を高めたいというふうに思う方々は日頃から自分磨きの行動を続けましょうって話なんですよね。って考えたらもう,もうなんかメリットばっかっすよね。でそして最後にその習慣術を身につけることによって目標達成率の向上要するに人生がイージーモードになります。そのなんかかか、まあ、年収を上げるるとと転職するだったりとか まあ人それぞれいろんな目標がありますよね趣味の,そのなんか音楽だったりとかスポーツだったりとかでこういう成績を残すっていう時とかもやっぱ物事を継続し続けていたら日頃から筋トレだったりとか,そのなんかその自分のスポーツの行動を分析するだったりとか何か自分磨きの行動を続けていたらんとかまあ習慣術を身につけたら今までの自分よりも圧倒的に努力が継続しやすくなるわけなんですよねで毎日努力を続けて毎日自分磨きの行動を続けてたら何にもしてない人間よりもそれは勝手にあの成長できるってわけなんですよねそして まあ毎日5分でもいいから本読んだりとかしてたらたくさん知識とか人生経験とかを蓄えることができるわけなんですよねであの大人の一日の日本人の大人の一日の平均時間平均勉強時間って一日6分ぐらいなんですよね、まあ、学生時代の頃とかはそこそこ勉強してたかもしれないですけど社会人になったらみんな全然勉強してないわけなんですよだから 例えば一日1時間本を読んだりとか、まあ、あの読書習慣だったりとか,そのなんか運動したりだったりとか自分磨きの習慣とかを行ってたら他の平均値よりもその54分以上を勉強してるわけなんですよね。で一日1時間自分磨きをしたら 1, 1年間で365時間もその自分磨きに費やしてるってわけなんですよね。 でそんな自分磨きの習慣を何年何十年とあの継続してたらその周りの人たちとさあ開くわって話なんですよだからこそトップのアスリートとかそのなんか富裕層の人たちっていうのはずっとその自分にとって良いルーティンを続けているし。 それなんだろ幼少期の頃とか10代の頃とかはそんなに差がないかもしれないけど、その大きくそのまあ、年齢が年齢を重ねるにつれて、もうそのなんか手の届かないところに行ってしまう。人たちっていうのは、こういう風うに習慣化の力っていうのを侮っていないと、最大限最大限に利用しているって話なんですよね。投資だってその複利の力すごいじゃないですか。 なんだろう早いうちから始めたらスノーボール理論って言って雪玉を転がすようにどんどんその大きくなりますよとだから早く始めることがあの時間あの長,長期間その時間がかかったら大きな差が開いていきますよ数関数的にお金が増えていきますよっていうことがその投資の福利の力なんですけどみたいな風にその福利の力と同じように週間術もやっぱ積み上げてきたら積み上げてきた分だけ周りと差が開くわけなんですよね。 で周りの大人たちっていうのはライバルたち,たちっていうのは僕たちと同じようにめちゃくちゃ平らに過ごしていますというのも現代人はスマートフォンだったりとかタバコだったりアルコールだったりとかお菓子だったりとか簡単に快楽を手にすることができるようなものがたくさんあるわけなんですよねだからそういう目先の快楽に手を伸ばし続けて人生変わってない人たちがほとんどだから僕たちが1日、まあ、5分でもいいから散歩だったりとか本を読むだったりとか自分磨きの習慣を続けていくことによって勝手に 周りは脱落していくというか,そのなんか自分はそのまあ一等地を抜くというか群を抜いたような存在になれるというわけなんですよね。だからこそ皆さんも習慣術を身につけて人生変えましょうという話なんですよ。で、まあ、具体的な習慣がテクニックについてはまた長くなるので別の機会にお話しするんですけど。 僕自身もその全然努力してこなかった人間が二十歳ぐらいから本を読むようになってで最初は1日5分とかだったけどもうあの毎日あの1時間ぐらいとか読むようになったり毎日1時間ぐらい散歩するようになったり毎日1時間ぐらいそうなんだろうピアノを練習するようになったりさらに加えて毎日2時間ぐらい副業するようになったりとかっていうのをしてたらあのもう本当にね見える景色が変わるというかその今まで狭いコミュニティにとどまってたなあだったりとか。 なんかあのしょうもないことを思い込んでたなだったりとかなんか世界は広いんだっていうことだったりとかなんかいろんなトラブルにも柔軟に対応できるようになったりとかもう本当にね僕みたいな頭の悪い人間でもその習慣術を身につけることによってすごい人生変わったのでだからこそそのなんか自分の人生変えたいけど何をしたらいいのかわからないっていうふうに思っているその昔の僕と同じような悩みを持っている方こそ習慣術を身につけていただきたいなっていうふうにあの心の底から思っている次第なんですよね。 だから、その人生を変えるために一緒にをたくましていきましょうということをお伝えしたかったです。ということで、今回は、えっと、習慣化の、えっと、ま、習慣術に関する勘違いと、習慣術を身につけるメリットについて、えっと、紹介しました。面白かった、役に立った、参考になったなっていうふうに思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。ということで、今回はこの辺で終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。